ちは。ちょっと食べようかな。さっきねお昼食べて、おにぎり2個とタコとブロッコリーのバジルサラダ、セブンのさ、あれ食べて、ちょっとこれもあるから食べかな。スモークタン、スモークタン好き。美味しいよねこれ。よいしょ。あ、ねえ、急に焼かなかった。美味しい。なんでお昼ですよ、何が？あ、つまみだからってこと？これ飲まない、水水とスモークタン。水です。好きなの、おつまみ系のやつが飲んでないよ。水だよこれ普通の。見て、見えないかな、無理。ミネラルウォーター水です。何時まで配信？な、2時15分。1時間ぐらい。大丈夫でしとこうか。なんかスパースキーが悪くなった。
ランス悪くなったんだけど、なんだよ。え、なんで急になんかバランス悪くなった。まだレッスンありますよ。これが全然伸びてて嬉しい。伸ばしてはないんだけどね、別に。ボブにしてるだけで伸ばしてはないですね。いつかな、病院行ったの。割と最近行ったよ。1週間半ぐらい前じゃない。うん、2週間前か。そんな前じゃない。だからそんな伸びてはない言うほど。髪はあんまアイロンやってないから、あんまりアイロンやってない。軽く通しただけだから。そう、雨は飲まる。湿度で、あれの人もすぐ取れる。雨降ってる日、湿度高いと。今日寒いよね。びっくりした。さすがに半袖で着てないけど、上着着て最近。でも寒かった。おにぎりは、え、普通にね、さっき食べたの。おにぎり2個と、タコとブロッコリーのバジルサラダ食べて、これ。ジルサラダ美味しいよね。これはスモークなんだけど、あ、切れちゃった好きなのスモークタン。最近よく食べてる。これ全部取ろうかな。邪魔。レモンもかかってる。で、レモンの味するもん。かかってる。もう水なくなりそう。新しいの持ってこようかな。スモークタンまだいっぱいあるのに喉乾くからさ。
ちょっとしかない。水持ってくる。足りないわ。もうなくなっちゃう。一回ミュートするね。よし、水もらってきた。よいしょ。水いっぱいあった。これだけじゃないよ。さっきちょっと前に食べた。さっきってよ。水もらえる。モタサーバーじゃないけど水。うん、1日2本ぐらい。いやこれ結構ちっちゃいサイズのやつだからもうちょっと飲んでるかも。3本目ほら310ml。 普通のさペットボトルよりちっちゃいから。ちっちゃいサイズすぐなくなる。水以外の自販機もあるけど、なんかいろいろある。自販機に。お酒はさすがにない。さすがにあったらやばいでしょ。未成年のメンバーもいるんで、全員がさ20歳超えてるんだったらいいけど、さすがに
すごいやばい。自分はジャンキョン、ただいやジャンキョン普通にお金入れて買う。でも最近みんなお金入れて買ってる人、みんなあのスイカとかそういうなんていうの、そういう IC カード系のやつばっかりみんなうちの方が楽だからさ、お金入れて買う人見ないみんなピッてやって買う。水ぐらい、ただお水はねもらえる、これこのサイズ。美味しい、ソンクタン。ビールに合いそう。ビール、わかんない。飲んだことない。トリムマッチ、え、めっちゃ良かったよ。最初から見てないんだけど、第一試合から見た。選手の登場シーンからは見てないんだけど、で、途中のファッションショーの途中で帰ったから最後の試合も見てないんだけど、すごい良かった。結構ね、 SS 席、 S 席、 A 席ってあって、 SS があの1階席、アリーナの席で、 S 席が2階席だったかな確か。で A 席が3階席なので A 席取ったのね。でもこうさ、こうステージがあってさ、バーってあれじゃん、席が。で A 席の E ブロックってところで、一番ステージ側に近いさところで席が、それ見やすかった。アリーナが行くよ、 S 席買わないと。結構いいお値段あ、招待とかじゃない、普通に普通に行ったチケットがあって、もともと行きたかったんだけどレッスンできるか分かんなくって。でもなんか昨日めちゃたまたまさ、空き時間がいっぱいあってそれで行けた。アリーナいくらぐらい、 SS1 万ぐらいしなきゃ、1万何かじゃない、 S 席が9000ぐらいじゃなかったかな、忘れちゃった。もうちょいあれ、 SS が9000とかだっけ、忘れた。だからね、席によってなんか特典とかもいろいろ変わるの。A 席が6500
500円ぐらいで、全部の席にリストバンドとシリコンリストバンドとで、がついてきて、 A 席と S 席はなんかペンライト、なんかポキッと折ってさ、振ったら色つくタイプの、わかる？折ってするさ、サイリウム？それで SS 席はペンライト、ボタンを押してつくタイプのやつ。でなんかね、 SS 席と A 席は、違う、 SS 席と S 席はサコッシュかな、なんかそんなんついてたはず。で違うわ、それ前回か、それポージトートバッグか、前回が違う、今回はあれか、忘れちゃった、いろいろ。今回がなんかね、なんて言ったらいいんだろう、調べよう、まだ見れるよね、きっと。私撮ったの A 席だから、サイリウムとなんだっけ、リストバンドどうってもできないのになっています。写真撮ってもらえますかってお願いした。なわけないじゃん、普通に写真撮れる時間があって、いろんな選手の方と列がいっぱいできてて、そこに並んで撮ってもらったやば申告して写真撮ってもらうのやばいなんだっけ、ドリームウォッチ、写真撮る時間ある、前回もあったけど、サコッシュもついてるわ。 A 席がシリコンリストバンドとサイリウム、ルミカライト、 S 席がネックストラップ、シリコンバンド、シリコンバンド、シリコンリストバンド、ルミカライトで、 SS 席がそれにプラスしてサコッシュもあるっていう。よかった、いろんなね選手、なんかもうレースすごすぎて全員とは取れなかったけど、なんで SS しなかった、その分値段も高いからだよSS1 万5000円の席1万5400円、 S 席が9900円、やっぱ1万超えてるわ。 SS A 席が6500円かと思った。普通に SS 取らなかったのは高いから、しかもさ、最初から最後までいらないの分かってたから、前日に取ったからチケットだから、通所券とかない、並んだら取れる場所による、チームによるけど、私が取ったノーセプションってところはグッズ買ったら写真撮れるみたいな、グッズもともと欲しかったから買った、キーチェーン買った。で並んでみたいな、フナティックとか、フナティックはね写真じゃなくてサイン会みたいな、サイン書いてて、でも人すごすぎて並ばなかった。あとステッカーも欲しかったんだけど、フナティックのでも並んでる人しかもらえないみたいなのってて、もらえなかった。だからとシコロクのステッカーをもらおうと思ってたけど、そうなんかね、忘れたっけな、そうなんかこの人に声かけたらもらえるよみたいなやつがあって、いなくてでもらえなかった。
あと、そしあのリドルは普通に整理券が事前に配布されて60枚会場の時間から配布されるから10時会場だったかな。だから全然間に合わなくて、数の会場の時間行ってないから、私がちょっと前に整理券があのなくなった。あとあそこもすごかった、パルブレックス列がすごすぎたよ。横でパルブレックス、どうしようかな、袖滝さんと川瀬さんかなの2人で写真撮影の列、2人とだから3人撮るみたいな、とパルブレックスの写真撮影の列、あとキャスターの方アレルさんとかヤマットさんっていうあの解説の方とかの列があって、パルブレックスが一番長くて、列並ぶか迷ったけどすごすぎて諦めた。私が写真撮ってもらったのはノンセプとノセプも結構並んでて、だいぶ早くから並んでたとノセプと解説の方2人と、あとピノットさん選手の方 FC の、その方なんかね、その写真撮影がもう終わりそうな時間ぐらいに歩いてて、なんかみんな声かけて撮ってたから私も撮ってもらった。食べよった、食べよった、ありな、あり。なんかその休憩時間内だったら、休憩時間内ってその試合やってない時間だったら選手と普通に写真撮れるみたいな感じ。なんか別に整理券とか配布されたとかさ、グッズ購入してないと写真撮れませんみたいな、チームじゃない限り、チームによるけど、もらえた。フナティックの、フナティック並んでない、列めっちゃすごかったの長くて行かなかった、並ばなかった。あとなんかそのフナティックは写真じゃなくてサインで、でなんかサイン書いてもらえるようなものそんな持って行ってなかったから、なんか書いてもらうものだから並ばなかった。楽しかったね、普通に。昨日キッチンカー上がってさ、お昼ご飯そこで食べたんだけど、キッチンカーのやつ買ってポテトとチュロス買って食べた。シントサイン選ぶのサインだけ、フナティックのやつサイン会みたいな。ちょっと普通の、そう普通の、あ、なんか他もあった、チーズのやつとなんかもう一個あったけど、普通のにした、なんかチーズのやつの気分じゃなかった、チーズソースかかってるやつみたいなもあったけど、うん、変
の色紙売ってない。でみんなサインの色紙に書いてもらうっていうより普通に私物に書いてもらうみたいなみたいな感じだった。でも何も持ってってないからさ、そういうの。だから並ばなかった。ステッカー欲しかったけど。普通に書いてもらったりが定番。定番なんなんだろうね、あんま分かんないけど。あれじゃない、フナティックのチームのさ、あのユニフォームとか買ってタオルとかそこに書いてもらうとかじゃない、そのチームのグッズにとかじゃない知らないけど定番分かんない。じゃない、あーそのゲストか、私そんなんじゃない。そういう戦艦も行ったことないから分かんないけどそう楽しかったよ、いろいろ。ファッションショーも途中まで見てたけど、すごかった行ったら、みんなにエナジードリンク配っててさ、あの入場のところでエナジードリンクもらった。初めて見るエナジードリンク、まだ飲んでないけど。なんてやつか忘れちゃった、書いてないかな、なんかホームページに。なんてやつか分かんないんだよな、かぶしちゃった。あ、サムライってやつ、協賛スポンサーだから、このイベントの。サムライっていう、え、これなんかさ、前もなかったっけ、これ気のせいか。こんな見た目のやつ前も飲んだことあるような気がする。前なんかキャラクター描いてて、ちょ覚えてないな前回半年以上前だから。手がなんか振りに行く、年に何回もやって、前回が初めての開催、1回目じゃないっけな。で2月にやって、今回10月に定期的にやっていく感じなのかな、多分。あんまエペックスの大きいイベントないからさ、こういうオフラインの大会じゃなくてイベントね、あんまないから。ドリームマッチぐらいしかないんじゃないかな。レイジー迷ったけど、でもそんな去年かなやってたの、何年かに1回みたいな感じっぽいから。違ったっけ、バロラントとかもやってるかな。
優勝したら賞金、優勝したら賞、優勝なんかその時によって違うんだけど、前回はね優勝とかに勝っちゃったけど、ちょ何があれだったか忘れちゃった。 あれか、前回はそのスポンサーのチームの日霊だっけさんの唐揚げ冷凍のやつが1年分とかじゃなかったかな、覚えてないで、今回はそのなんかマップごとに6試合やって全部で、で2マップごと2マップ2試合ごとにそのマップが変わるみたいな、3マップあって、でそのマップずつの王を決めるみたいな、金キャニエッジなんだっけ、金キャニエッジストポ、金キャニをワールドエッジをストポをストーポイントみたいな、それごとになんかトロフィー、トロフィーってかなんか盾みたいな、名前が入った盾とそのマップによって変わるけど、椅子とかモニターとかマイクがもらえるみたいな。で MVP は車がもらえるってやつだった、昨日のは車今度発売される車がもらえるよみたいなずっと車飾ってあって真ん中にその車がもらえるっていうやつ、 MVP 賞車、MVP はねメルトステラさんっていう方が、フナティックの選手の方が取った。何の車、さっきホームページに書いてるんだよね、書いてた、ちょっと待って、MVP プレイは BYD 様から9月20日発売の、今度じゃないな、もう発売されてるわ、 BYD なんていうの合ってる、ドルフィンを贈呈、すごいかっこいい車だった、飾ってやってね、これが MVP の商品、ファッションショーって一般の人は、ファッションショーはそのこのイベント出てたプレイヤーの方と、あとコスプレイヤーの方、イベントの出演者の方、全員じゃないけど、すごいねMVP 賞車って、トロコさんいたよ、いた、なんか入場、え入場じゃない、会場したぐらいの時間でその入場のところ、入り口のところでコスプレイヤーの方結構いたらっぽいんだけど、でその時間行けなくってね、あれあんま写真撮れてないけど、そのコスプレイヤーの方と一緒に写真は撮れなかったけど、ワットソンの方衣装変わってた、前回から、前回は普通のワットソンの衣装だったんだけど、今回なんだっけな、なんとかキティみたいな衣装、衣装変わってた、でもスキン変わってて、
すごかった。楽しかったね。前回さ、チームのブースなくって、今回ブースがあって。シールはもらえなかったけど、リドル、うちはもらった。リドルとノーセプ。チームしかいなかったけど楽しかったよ。次もまたやるのかな。次は最後までね。あと入場のところ見たかったんだよね、選手の入場。でも普通に間に合わなくて、本当に誰もいない。私ですね、これ鏡。当日行くって決めた。いやね、行こうと思ってて、レッスンが入らなければいけるなって感じだったの、間に。真ん中に入っちゃうとさ、嫌だけど入んなかったから、前日にチケット買って行った。行こうと思ってたけど、どうなるか分かんなかったから、レッスンの方々、そう、有名な方々、プロゲーマーの方とかストリーマーの方とか、あとは普通に芸能人の方とかいっぱい。お笑い芸人の方とかもいるし。何を見てたの？ゲーム大会、ゲーム大会ってかイベント、ゲームのイベント。大会とはちょっと違う、なんていう、そういうさ、なんかもうよくあるよね、うん、こうチームで出てみたいな、所属してるチームで出る大会とか、そういう大会じゃなくてイベントみたいな感じ。まあ大会ではあった、大会っちゃ大会だけど、試合もするんだけど、さっき見せるとこ見るんだけど、なんていうのかな。イベントか、なんていうの、大会っていうの、なんていうの、大会、その所属してるチームで出てめっちゃガチなやつってよりかは、これなんかもういろんな人と組んでごちゃごちゃで組んでみたいな、楽しむって感じの大会だから、やつだから、イベントか。そうや。そういうの結構定期的にやってる、エペ。こういろんな人を主催で、オフラインじゃないオンラインだけのイベント大会とかもいっぱいあるし、そういうなんかもういろんな、なんか人と組むやつとかもいっぱいある。
サインとかもらえる、あ、選手に呼ぶもらえるんじゃないかな。多分私はもらってないけど、昨日私は大会には行ったことないね。私ドリームマッチしかイベント行ったことないんだよね。エペ行ったことない。ガチの大会はオフラインであるよね。ガチのやつは多分 LGS しかないから、あの海外に行かないといけない世界大会。海外に行ってあの見るしかない。オフラインのイベント行ったのはね、あのドリームマッチしかないです。乃木坂の吉田さんが言ってたやつ、乃木坂のことが言ってたのあれじゃない、マカオじゃない、マカオイベントかな。なんか大会じゃ大会だけど、それもなんか混ざってやるやつ、チームで出るってよりかはもう混ざって出るやつ。魔法じゃない、普通に出場見に行ったとかなら分かんないけど、出てたやつ。アメリカ前回やってたの、場所変わるんだけど、前回やってたのはイギリス、バーミンガムチャンピオンシップが。さらにちょっといけないな、そこまで日本開催してくれればいいんだけど、バロみたいに。場所変わる、その時によって。イヤホンはどこになる。イヤホンも年末ぐらいから始まるからね。もう外羽ほぼないや、髪じゃ軽くアイロンしたけど湿気で全部消えた。近くから嬉しいんだから、エペのイベント。うーん、でもね、前回は有明でやってて、有明アリーナでやってて、今回幕張で、また場所変わるかもね、わかんないけど。次もしあるってなったら、あるかもわかんないんだけどね場所変わるかもしれない。そう、大きな鏡があるから便利。次は SS、 SS いつか入りたいけどさ、1万5000するよSS 確かに。でもその分、ね、いろいろライトが SS 席だけ、あのサイリウムじゃなくてペンライトだったりとか、なんか今回はサコッシュがついてきてとか、 SS 席だけなんかいろいろあるけど、そういう特典も、あと近いとかね、高いよね。
15,000円高いよね。ペンライト持ち込みもいけるんじゃない？わかんないけど。どこ買った？ A 席？そう、6,000円の。まあ、ちょっと席による。その近い方の時もあるけど、1階席が全部 SS だから、1階のちょっと後ろの方かもしれないし、そうだからどこら辺か分かんないか。めっちゃ近いかもしれない。2階席で撮った方が結構ステージ近い方の位置だったっていうこともあるし、 S 席、私 A 席買ったけどA 席買ったけど、前日の夜に買ったけど、だいぶ、まあでもね、あの A 席の中でも上の列で、一番上の列だったけど、一番ステージ側のブロックで、で列で結構見やすいとこだった。私の席結構いい席だった。写真撮ってたさ、一緒に写真撮ったノーセプの方が、その私がいた E ブロック、ステージから見て右側の方にいたんだけど、その右側の方の方にいて、席が見やすかった。席は運次第。多分ね、ドリームマッチは先着順なのよ。前の方から。後の方に勝ったにしてはまあまあ良かった。そのステージ側だったから、席の列が。配信は10時15分になったらいいと思います。1時間ぐらいやるから。です。ゲームイベントでレストがもらえる。ゲームイベント、そう、さすがにゲーム中は無理だけど、選手、あのドリームマッチはゲーム中は、大会中違うな、あのその試合中は私後ろ向くから、で別にモニターずっと見てるからあれだけど、なんかファッションショーとかあったから、その時とか、あと入場のところシーンとかでもらえたやつんじゃない ?SS 席とかだったら、そのアリーナのところの通路通って入場するから。でもあと普通にね、そのインターバルの時間、休憩の時間とか、選手が写真こう撮ってくれたりとかでね、普通にいるから、その時とかに話したりとか全然できる。普通に選手が歩いてるどこらへん。そういう感じだから
そういう感じだからね、ゲームのイベントって。うん、秋服のファッション、あ、ファッションショー、ファッションショーは、いや、秋服か、うん、可愛かった服、どのブランドの服も。チームごとにスペンライトの色はない、今回はなかった。前回はなんか4つか4つに色分けされてて、5かな、忘れちゃった、5か5つに色分けされてて、で応援みたいな感じだったんだけど、20チームあるから前回4チームずつで分かれてたのね。でも今回はそれがなかったから、普通に好きな色のライト持ってみたいな、サイリウム持って応援するみたいな感じ。だった。チームごとはないね。ユーチームもあるからね、足りない。サイリウムの色。ペンライトだった。でもペンライトも20色ある？わかんないけど。何色振った？紫にした？なんか可愛かったから色は。赤、黄色、紫、青。なんだあと。なんかあったの？もう一個。で、紫にした。充電、今ね、充電さしてるのよ、充電器。配信してたらなくなるから。気分、うん、好きな色持った。今回はなかったから、その色の分けが。あと普通にそのこういうチームじゃなくて、普通のチーム、ファナティックとかモセブリドルとか、チームごとのカラーは、カラーこれっていうカラーは特にない。まずなんか、だい、なんていうの、こういうイメージみたいなやつあるかもだけど、ファナティックだったらオレンジ、リドル黄色、でもノーセブも黄色のイメージなんだよね。あ、15分ありがとう。だからね、あんまねない、これって決まる。13位からランキングます。13位、まぼろいさん、ありがとうございます。12位きんにくん愛好家さん、ありがとうございます。11位、お漢字、ん、なんて読むんだこれ。最初が読めない。これなんて読むんです。11位、え、誰かわかる。11位の方、漢字がわかんない。最初の漢字がみんな読めない。11位、なんちゃら福田アイドル大好きさん、ありがとうございます。わかんなかった。まず10位としのりさん、ありがとうございます。11位じゃない、戻っちゃった。9位バトニーさん、ありがとうございます。8位ほむこのはるまさん、ありがとうございます。7位なおとさん、ありがとうございます。6位周平さん、ありがとうございます。5位大野高文さん、ありがとうございます。4位ラボーナさん、ありがとうございます。3位ウドさん、ありがとうございます。2位にゃんほささん、ありがとうございます。そして1位がフロマンさん、ありがとうございます。ありがとう。
ありがとうございました。携帯落ちた。ティッシュの箱の裏に。ありがとう。ありがとうございました。じゃあそろそろレッスン始まるから戻ろうかな。じゃあありがとうございました。明日はそうだな。明日夜するかな。夜か夕方ぐらいにしようかな。じゃあそろそろ名前、そろそろ終わるかな。じゃあありがとうございました。また明日の配信で。バイバイ。またね。